はい。えー、爆睡してきました。えー、みき三木美濃さん、よろしくお願いします。かぶくん、体調はどうですか先ほどの動画の声と比べると、ちょっと辛そうな感じを受けます。えー、シーズンはまだまだ続きます。えー、休む時間をしっかりとってくださいね。睡眠も、喉も大切に。ありがとうございます。はい。まあ、体調はね、全く悪くはないんですけど、ちょっと睡眠が足りていなかったんで、 今、爆睡してきたんで、えー、完全に回復でございます。はい。あと部葉子さん、どうもです。えー、かぶくん、こんばんは。私もプロローグ横浜公演、一般チケット抽選申し込んできました。うん、当たりますように。はい。えっと、僕も祈っておりますので、うん、もう祈るしかないですけどもね。はい。 えー、みわさん、こんばんは、えー。子供のサッカー、靴下やユニフォームを洗いながら聞いていたら、アニメのうるぼしやつら、あ、うる星やつらではなく、うるせえやつら、あ、なるほど、うるせえなんですね。うん、星がせえ、お読み、ラブちゃんかわいかったななるほど、うるせえってですね。<laughs> はい、えー。こんばんは。家事の合間にコメント、アメリカ大会の女子は朝方でアーカイブ、 見るかな,、うんそうなんですね、これからだから始まるんですけどちょっと今日はいやどうしよっかな、うん、見たいですけどね、まあ、睡眠不足になっちゃうんでうんはい子供のサッカーの試合が朝早く出かけ主人に任せるかな男子のフリも昼前かななんだか楽しくなり見なくてはうんってことは今日これから男子やるんですねやっぱね。 えー、久美さんどうもです。かぶさん寝られましたか？いや爆睡ですね。おかげさまでスケア網は？ オペラープラウザでちょっとしか見ていなくて、結果を先に知ってしまいました。えー、幸四郎くんの演技は終わった後で見たんですが、時々止まったりしたんで、ちゃんと見られませんでしたが、エキスクラではステファンコーチではない人が座っていたんですけど、えー、誰なのかわかりませんでしたね。うん。この先生わかりました、僕。あの、アンジェロ先生ですね。えー、皆さんも言われていましたけども、なんかジャンプコーチだそうですね。うん。 幸四郎君はちょっと今回は残念でしたけどただまあ演技の難易度質は高いですようんアンパンタンさんありがとうございます、えー、スケアメ男子めちゃくちゃ面白いですね2人のオリンピックチャンピオンがいなくなった中で迎える新シーズン、えー、どうなるかなと思ったら次は俺だと言わんばかりの野心がカメラカメラに えー、アメラメラ、えー、燃えたぎっている選手が何人も最高です。結、う、構、ん、いましたよね。うん、特に三浦佳君。でも、チャ・ジュンファンもかなり力を上げてきてますね、はい。そしてアメリカの熱い会場の雰囲気もとても良いです。わーっと歓声が上がる感じ。うん、アメリカ、本当、これぞスケートアメリカでしたね。若くて勢いのある選手が多い今回のメンバー構成にすごく、えー、マッチしていると思います。 見ている側を興奮していきます。うん。ほんね、そういう感じです。アメリカの空気、空気って。はい。えー、マスミンさん、どうもです。えー、歌舞伎配信、ありがとうございます。 今日は、えー、仕事中にグランプリシリーズを盗みしてですねあの、急いでコメントをしたんで、お昼はショートコメントでした。えー、最近コメントしてもやたら消えてしまいます。うん、なぜでしょうかねちょっと全然わかんないですけど、カ、え、オ、ー、くんの演技は電流が流れているようでしたね、うん。本当でしたね。あんな機敏に動くことは普通はできないんで、 斬新な野生感が彼の魅力で荒削りなところが逆に醍醐味になっているスケーターだと私は思います。うん、あのでもスケーティングはなんかいいんですよね。で、先生、いい先生つけていて、あの先生は確かすぐに文江さんだったり、住吉リボンちゃんも教えていたと思いますね。うん、スケーティングがとても あの上手なあの教え方をする先生なんですよ。で、あと岡島先生にもついてますので、なので結構いい先生方につけてますね。うん。かおくんの動画は海外だと、毛をゆっくりボイスだと予想になっていました。ほうほう。なるほど。 そんな感じみたいです。ここの回で宇野昌磨選手やリーザ・トゥクタミショワ選手のお話が出ていましたがこのお二人同じお誕生日ですよということですねそして12月17日は、えー、坪井達也選手三浦陸選手、えー、ニコライ・モノトフコーチもお誕生日なんですねすごい結構多いですね奇遇ですよね、うん、なんか関係あるのかなそれなあの関係ありますかね うん、スピリチュアル的に。昨日はかわいい純ファン君のお誕生日でしたね。えー、それと以前に、櫛田いくらちゃんと、えー、島田真央ちゃんのお誕生日が一日違いだってコメントをしましたが、うん。いくらちゃんのお誕生日の今月29日は、なんと下、同じ木下アカデミーの田中篤選手と濱田美恵コーチもお誕生日なんです。おお、おいですね。うん。同じグループから3人。いや、これは何かあるんでしょうかね。 その、うん、関係してるのかな、スピリチュアル的に。でも、冬の誕生日やっぱ多いですね。うん。ね、関係してるかもしれませんけど。はい、えー、TMKIKG さんよろしくお願いします。あのね、ロシアグランプリシリーズをやってるんですよね。僕、これは。 あのや,るやってるっていうのは知ってましたけど、今やってるっぽいです。うん。で、ちょっとまだ見てませんが、気になりますね。ロシアグランプリシリーズ第1戦、ワリエワ選手が83.92でショートトップだそうです、えー。コンビネーションスピンとレイバックスピンが少し変わりました。おお、気になりますね。またプログラムがすごいブラッシュアップされていて、すごくかっこよかったです。ああ、見たいですね。 あのー、ちょっと探してみます、動画フリーでは4回転トーループを飛ぶみたいなんで楽しみです。あのトリプルアクセルやってましたかね、フリーあーショートで。赤カチエワ選手が72.20でショート2位。トリプルアクセルで転倒をしてしまって、悔しそうにして,し,まいましていました。フリーでいきたいということですね。なるほど。アナスタシア・ジュニア選手が70.19でショート3位。コーチをプルシェンコから変更をしたかもです。 うんえー、なんかそういう感じみたいです。他の選手も素晴らしくて、コストルナヤ選手のトワイライトやトゥルソワ選手のクルエラの曲を滑っている選手もいました。ああ、なるほど、そういう選手もいるみたいですね。あのやっぱりリスペクトしてるんでしょうかね。うんまあ、ちょっと今日はね、あの見ることができないとは思うんですけど、まあ、ちょこちょここの動画も探していきたいと思ってます。はい えー、おはりこさんありがとうございます youtube のアメリカ大会のコメント動画に、えー、アシュリー・ワグナーとジャッキー・フォンが出ていましたが久々に見るアシュリー姉さん、えらい貫禄出てましたお、ちょっとここ見てなかったですね。えー、英語だからすべては内容は拾えないのですがペアと男子ショートについて話されていました。 あちょっとそこ全然見てなかったですねえ。アイスタンスは同時期にシングルで大会に出ていた高橋選手について話すかなとちょっと期待しています。うん、あの今回僕実はアーカイブで見てて、あのそこら辺のそういったお話でも飛ばして演技動画だけ見たんであの、なるほどそういったお話もしていたんですね。気になりますね。でアイスタンスはいつだったっけな今日、これからだった,であだったかな、うん えー、藤原うまこさん、どうもです。私はチャ・チュン大好きです、うん。クリケットに入ってからは演技が良くなってき、えーま、ていますよね。が、えー、丈夫であのー そうですね、で高く、だいぶ高くなっていきましたんで、ダイナミックにはなっていきましたが、小回りは難しいかなうん、実は彼の写真、ゆずるくんと一緒にいつも持ち歩いてる。へーなるほど。確かに韓国の羽生ゆずるっていう感じがすごいしますね。私が可愛がっている孫娘に似ているんで、彼はゆずるくんの背中を見てきたので、ちょっと気になります。あの韓国では羽生くん 韓国の譲るって言われてるらしいですよね。ただいま、羽生くんのメンバー限定、やっと見てきました。頭、クラクラしています。本当に、かぶくんの解説はエコひいきなくいいですね。ありがとうございます。明日早くから仕事なんでお休みなさいませね。はい、どうもです。ありがとうございます。はい。えー、ルコピアクラさん、ありがとうございます。か、え、ぶ、ー、さん、こんばんは。睡眠とってくださいね。 体調悪くなりませんように。うん。でも流れ星綺麗ですもんね。そうなんですよ。流れ星見ちゃいましたね。うん。しかも外出た瞬間に。うん。びっくりしました。昨日。ただ流れ星っていうか、なんか火の玉みたいな感じでちょっとびっくりしましたね。さて、私もやっと YouTube でカオくんとジューファン君しか見れてません。うん。えー、カオくんのジャンプ良かった。特に最後の4回転トウループ、すごかったですね。 かっこいい。頂点取りに行ってる感じがたま、超たまらないんです。たまらんです。うん。そうなんですよね。なんか、あの、まあそういう感じで遠慮なく行ってほしいですね。でもやっぱりスピンがちょっと雑っぽい感じだったんで、スピンのレベル上がればもっと点数が出てきそうですね。もうほんとそれも言えてましてですね。スピンがもうほんと雑なんだけど、もうとりあえず回してるっていうもう感じでしたね。 うん、えジュンファン君はジャンプはカオ君の構成よりも下ですが、スケーティングやスピンが美しかったですね。うん、いや、もう本当にフィギュアスケートの美しいところすべて持ってますよで。ジュンファン君は助走は長い気がするんですが、あ、長いですよ。うん、そんなことないでしょうか。私は素人なんで、カブさんぜひぜひ解説をしてください。チ、う、ャ、ん・ジュンファン選手は僕もね、一番最初に彼を知ったときから、 もう助走が長いいいなというふうに感じていました、うん、特にトリプルアクセルの助走はかなり長いかなと思いますね。まあ、最近、あのちょっとずつ良くはなってきたとは思うんですけど、うん、長いかなという感じがします。ただ、長いんですけど、そんなに岩、なんていうのかな。あの 美しく美、美しいですね、長いのに。うん。なんかよく分かんないですよ、長いのに美しいというか、うん。ただ、それが点数にどう反映されているかっていうことに関してはあれですが、まあ、確かに他の選手に比べると長いかなっていう感じがしますね。うん。4回転サルコーとかもかなり幅は使ってるかなっていう感じはしますけど、うん。確かに他の選手と比べると長さがあると思いますよ。うん。 えー、斉藤直美さんありがとうございます。株くんこんばんは。グランプリシリーズのスケアム大会が私の住む関西地方は、なんと23日のテレ朝地上波放送14時から16時半と放送枠が少なくて、えースケアタの、スケオタの私は不満ですね。うん、放送問題 あの時代が進化をしたのに放送問題は全然進化してませんね。多分、鍵山優くんの欠場とスポンサー関係など大人の事情でゴールデンタイムに放送してくれない、放送ないのでしょうね。うん いや、ほんともう、このままでいくと、すべてのグランプリシリーズは日曜日のお昼で、それも録画の総集編ではないですか。ひどいですよね。もうこれは BPN を,をあの取ってですね、もうジオブロック解除して YouTube で見るっていう方法もありますね。そういう人もね、中にいますよ。 うん、録画をしていても生放送は見たい花私にとって、えー、下船のことです、えー、多分このまま前に毎週日曜日のお昼に総集編を放送しそうですよね、うん、主婦にとって日曜日の昼間は結構買い物に行ったりして家事時間家事の時間だというのに、うん、何か納得できないですね皆さんの住む地域でも同じでしょうかなんか関東と関西でだいぶ違うらしいですね うん、だから、もしかすると、なぜか関東の方がフィギュアスケート放送してくれやすいでしょうかね。うんまあ、この差は何なんだって感じがしますけどね。まあ、関西も結構フィギュア、関西の方が強いし、うんまあ他の野球とかに優先されてしまうっていうことも聞いたことあるんで、うん、だったらもうジオブロックを解除してほしいですね。はい、はいい えー、ユーナヤさん、どうもです。えー、カムさん、お疲れ様ですね。日本の選手、優勝するといいですね。えー、マリニン君の、ピョイーンに注目なんですね。そうそうそう、本当に。あの、マリニン君のピョイーン、面白いですよ。本当に、あの、ショートの。うん。なんかね、やったーって感じのピョイーンなんですよね。やったー。<laughs> なんてんですかね。あの、あれ、結構ね、ツボですね。うん。それから、メキシコの選手が大人気だったんですね。うん。あの、ノバノン君ね、 だ名前そうすすごい人気だったですよ、うん、メキシコのフィギュア選手って珍しいですね。いや本当ですね、うん。男子はとても珍しいし、女子ではちょこちょこ出てきてはいますけど、あんま強い選手はいなかった気がしますね。うん、昔ミッシェル・カントゥーっていう人はいた気がします。確か、うん、ミッシェル・カントゥーって確か2000年、ね、6年だったかな。 うん、6、7円だったかな忘れましたけど、スケートのあ、スケートアメリカに出てまして、最初トリプルループめっちゃ綺麗に決めてましたね。うん。あの、マイフェアレディやってましたけど、うん、懐かしいですね。あの時、バレンティナ・マルキーもいた気がします。はい。はい、えー、それでは、ありがとうございました。これで以上です。